太和町内の工房で島田飴を作っているのは地元の伝承会のメンバーです。飴作りは今月6日から始まり、砂糖を加えて練った水飴を原料にして、すべて手作業で行われています。島田飴は花嫁の髪型、島田曲げをかたどった飴細工で、およそ400年前、花嫁への恋煩いで寝込んだ神主のために村人たちが作って神社に奉納したところ、病が回復したという言い伝えがあります。一つ一つ丁寧に作って、みんなの笑顔になれるように作ってます。皆様に良いご縁があればなと思って心を込めて作っております。縁結びのご利益があるとされている島田飴、来月14日、太和町の吉岡八幡神社で開かれる島田飴祭りで、1500個限定で税込み1個2000円で販売されます。